ジョディ・ワトリーは、アメリカ合衆国入りのイューシカゴ出身の歌手である。1977年から1984まではシャラマーの一員として活躍。1987年にソロデビューアルバム、ジョディ・ワトリーをリリース。斬新なサウンドで一躍話題に。シングルカットされた、Looking for A New Love が、ビルボードチャートで最高2位を記録。 このアルバムからさらに、ドンジューオンとメト、サム・カインド・オブ・ラバーもトップ10入りし、第30回のグラミー賞で最優秀新人賞を獲得。1989年にセカンドアルバム、ラージャーザン・ライフをリリースし、このアルバムからも3曲トップ10ヒットを放つ。また当時としては、初の全曲リミックスアルバム、ユーアナ・ダンス・ウィズメを発表し、ダンスチャートの常連に、それ以降も、 順調にアルバムを発表している。2001年には j フレンズのオーのウェイズにコーラスで参加している。ありがとうございます。